はい、皆さんこんにちは。やっとですね、スイフトですね、続きのウェブでもね、新しく新型スイフトがねできたので、皆さんとね共有していきたいと思います。はい、ということでですね、早速なんですけど、こんな感じですね。もう皆さん見たかな、もう見てるかな。とりあえず一緒に見ていきましょう。ということでね、まあトップ画面はこんな感じですね。エンジンの説明など、マイルドハイブリッドのね、まあ一応あと燃費ですね、まあ、最初はこんな感じなんで、まあちょっとずつね、見ながら話していきたいと思います。はい、ということでね、早速行ってみましょう。ということでね、はい、じゃあ早速ですけど、価格帯から見てみましょうかね。いやー、結構値段上がってますよね。まあ前も話したんですけどね、 CVT、まあ、MZ の CVT で216万7000円、 4WD CVT で233万2000円ということでね、いやー、スイフトスポーツより高くなってんなって感じがしますね。マイルドハイブリッド、この MX 真ん中がですね、真ん中のグレードにマニュアル、5速マニュアルがありますね。CVT と、あと、4WD、4駆の CVT ですね。こんな感じですね。で、一番下のグレードが、まあ、172万と189万2000円ということでね。簡単に見るとこんな感じなんですけど、まあ、一番上のグレードだと、ディスプレイオーディオは標準装備なのかな？標準装備って書いてありますね。MX は、標準じゃないけどオプションで付けられるかなって感じですかね。 XG はもう確実に付かないってことですよね。オプションですよね。はい、ということですね、いろいろ見ていきましょうかね。一応ね、もうハイブリッド、MZ の肉の CVT と MX の、一応これね、5速マニュアルと、あと XG 一番下グレードの CVT で比較してみました。はい、ということでね、まあ肉なんでね、まあ一緒ですね、ここは。はい、全長とかも一緒なんですけど、車両重量から変わってきますね。ハイブリッドね、 MZ でね950キロなんですね。1トン切りなんですよ。これがもう素晴らしいですよね。もしかしたらね、スイフトスポーツ出たとしてもギリ1トン切るんじゃないかなって感じはするんですけどね、まだ憶測なんで分かんないんですけど。で、ハイブリッド MX 5速マニュアルでね、ほら920キロ、 XG で910キロなんでね、まあ内装にもよるのかなって感じはするんですけど、これね、この車重なんで、もしかしたらスイフトスポーツ、新型スイフトスポーツ出たら期待できるかもしれないですね。ギリ990キロとかになるかもしれないんでね、この辺はどうかなと思うんで、期待しときましょう。で、燃費がですね、もうすごいですよね。こんなマニュアルで25ですよ、リッター25、すごいですね。郊外で26、市街地で20は超えてるんですね。もう最高ですよね。高速道路で27キロってね、すごい化け物ですね。今の、まあ1個前のね、もう新型出ちゃったから1個前のスイフトから比べると全然化け物ですね。まあこの辺はみんな一緒ですもんね。で、次違うのが60、トルクが11キロ、燃料タンク37、モーターケース、まあここはガソリンか、ガソリンだからないのかということで、減速比がマニュアルだからね。で、ブレーキなんですよね。ブレーキがね、一番上のグレードはディスクなんですよね。このベンチレーテッドディスクっていうのが、放熱性を高めるディスクって、一応画像がね、これがね、そうなんですよね。ベンチレーテッドディスク、ここのね、リーディングトレーディングっていうのがドラムブレーキですね。なので、一番上のグレードだけ前後ディスクブレーキで、それ以外はね、ディスクとドラムっていう感じのブレーキですね。あとは一緒かな。あとはまあいろいろ見ていくと、まあ、誤発進方法は、これはね、やっぱマニュアルついてないんですね。まあ、その辺は、まあ、仕方ないかなって思います。今回、アダプティブクルーズコントロール、これマニュアルついてないんですね。これ、真ん中グレードだからかな。追従機能はついてないのか。追従機能はついてないけど、アダプティブクルーズコントロールはついてるってことか。ちょっとこの辺わかんないけどね。で、一番上のグレードは、停止までクルーズコントロール効くということでね、すごいですね。で、アダプティブハイビームシステム、まあこれは後で説明します。
はい、ということでこんな感じになってますね。ヘッドライトとかはもう全部ついてますね、下のグレードまで。 LED のねフォグだけオプショナルっぽいですね。オプションなのかな、こうオプションも書いてないか、だからついてないのか。でこのドライバーモニタリングシステムっていうのは目元を見られるカメラのことかな、これは。ということでね、こんな感じになってますね。オートエアコンは、一番下はついてないところですね。 USB ソケット、ここは真ん中のグレードと下のグレードにはついてないのかな、このタイプ A タイプ C、 ここクーターの辺はちょっとわかんないですけどね。でまあこの辺はエクステリアだから、ホイール上と真ん中が16インチ、一番下グレードが15インチということですね。でインテリアは一番上が本革グレード、あ本革のステアリングで、あとはウレタンステアリングホイールということですね。あハドルシフトは、一番上のグレードなんですね。まあ、オーディオもまあそこまでこだわることはないですね。まあこんな感じですかね、バックグレードは。じゃあ次室内空間を見てみましょうかね。はい、こんな感じですね。もうほぼ情報出てる通りですね。この辺もねあんま変わらないですね。ここは多分スイフトスポーツとは一緒かなって感じはしますね。こんな感じですかね。ちょっとここは広くなったかな、ドリンクホルダーか、あとは一緒、あとここが C タイプと A タイプ、これは一番上のグレードだけついてるっていうことですね。室内はこんな感じ、簡単に。じゃあ次安全装備ですね。安全装備は今回ね結構充実してるらしいですね。すごいですよ、もうセーフティーサポートこれ全部がね、ついてるらしいんですけど、まあこの辺は一番下のグレードついてなかったですもんね。この辺ね、ここはマニュアルにはついてなかったですもんね。あとはついてんのかな、とその辺はねちょっとすみませんわかんないです。追従と追従じゃないとかね、 MZXGMX 電車だからマニュアルは追従しないんだね。ちょっと差別化がね、スイフトスポーツとの差別化があるということだよね。まあ、この辺は大体もう最近の車はまあ大体注意してくださいよのピピって音が出るぐらいかな。あとちょっとねステアリングを促す操作を促す音があるということですね。まあ、この辺信号変わったらなんかあのモニターのところに出るよ、ディスプレイか、とこれもそうですね、標識がディスプレイのところに、メーターのディスプレイのところに、ね、出るということで、でサイドミラーのところはねお知らせしてくれるっていうねマークですね。で、あこれは結構助かりますよね。バックで出るときに左右から車来たらピピってなるんでいいかなと思いますね。これスイフトスポーツついてますもんね。で、ドライバーモニタリングシステム、これですね。眠そうなときになるそうなんですけど、これまあ変な話ですけど、眠そうな目してる人は最初からなるんですかね。それさすがにならねえか。ちょっと体験してみたいのもありますけど、まあ、この辺も眠かったら自分でもわかるしね。ふらつきでもピッピッってなると思うから、まあここまでかなと思うんですけどね。この脇見注意も出るっていうのはすごいですよね。なんか可愛い姉ちゃんとか歩いてて脇見したらピッピッってなっちゃうから気をつけないと。でそうそうそう、ハイビームアシスト、これすごい。あこれはあれか、オートだからセーフトスポーツにもついてるやつですね。明るい時はロービームで、真っ暗の時に勝手にハイビームになるっていうね。対向車来たらロービームになって、いなくなったらハイビーム。これがすごいですね。アダプティブハイビームシステム。これと一緒ですね。多分ね、どっちにしても眩しいと思うんですよね、対向車。もしかしたら。まぁ、ちょっと使ってみないとわかんないですけどね。で、これは全方位モニターだから、まぁ、大体オプションにつけますよーって感じですよね。あー、これいいっすよね。ヒールホールドコントロール。ブレーキずっと踏んでると補助がかかって、ブレーキ離しても後ろに下がんないっていうね、システムですよね、これは。これはいいですね。この辺は、だいたいついてますもんね。これも助かりますね。対向車右直事故なくなるのかな、まあ、そこまでなくならないか。あとはそうですね、この辺も最近の車はみんなついてるんでね、うん、こんな感じですかね。あとは LED ヘッドライト、まあ、これはね、まあ、MZ しかついてないけど飛ぶね、まあ、こんな感じですね。簡単に安全装備の欄はね。じゃあ次走行環境どんな感じかなって、まあエンジンCVT マニュアル
で大体ねやっぱねマイルドハイブリッドということで回生ブレーキがねついてるので、まあ本当市街地でもねなんだ充電できるからすごいいいと思いますね。だから逆に高速乗っても回生ブレーキでね充電はされないからどうなのかなとは思うんですけど、まあ踏み込まなければあれか大丈夫かなって感じはしますね。さっき見たね燃費のリッターに対する燃費はねあんな感じだったんですよね。27とか26キロとかね。でこれがホイールですね、まあ、これは一番下のグレード XG、MX、MZ っていうね塗り分けされてんのと、まあ塗り分けされてないのキャップですね。ホイールキャップがついてるということですね。はい、まあ、走行環境はこんな感じですね。じゃあ次快適整備を見てみましょう。まあ、このね電動パーキングブレーキが一番上のグレードだけですね。あ、これですね、ブレーキホールド。これだとまあブレーキ踏んでて信号待ちにねブレーキ離しても下がらない、動かないってやつですね。これいいですよね。であとフルオートエアコンということでね、あとそうですね助手席と運転席両方ともシートヒーターついたのいいですね。パドルシフトは上のグレードだけということで、ディスプレイオーディオ、そうそう、ディスプレイオーディオはどうなのかな、個人的にあんま好きじゃないんでね、ディスプレイオーディオは、まあ、好みですよね。で鈴木コネクトと連携できるということなんで、まあ鈴木コネクトはね月々550円って書いてあったかな。でも最初の3年間は無料って書いてあったので、まあ途中でやめられるんだったら3年間使ってみて必要ないなと思ったら切っちゃえばいいしね。そんな感じですよね。そこのマルチインフォメーションのところに先ほどのね投資が出るということ でなんか今回はねハンドワンの時とかドアが開いてますとかね喋るらしいんですけど、喋んなくてもいいんじゃねえかなって正直個人的には思います。ちょっとカタログ見てみましょうかね、上の方から、まあ、こんな感じのカタログですね。まあスマホもね置いとけば充電されるようになるということでね、まあ、これもオプションなんですね。すごいいいお値段、49,830円、高えな。これだけでいい値段ですね。こう考えるとまあ ETC はねまあしょうがないかな。綺麗に収めるんだったらもう最初から入れといた方がいいですね。 ETC はドライブレコーダーと一緒にすると155,000円って結構いい値段だな。これもまあ好みですかね、この辺も個人差があるんでね。はい、こんな感じで室内ガーニッシュ、インパネガーニッシュとか、あ、ここか、こういうとこですかね、まあ、フロアマットとかね、あ、まあこのねガーニッシュスポイラーかはちょっと欲しいですね。これはこれは欲しいな。47,000円、ここはねほんと純正でも全然かっこいいと思うんでこれは欲しい感じですね。で内装はねまあ別にここ赤にまあここも好みっすよね。結構するんすね、22,000円とか19,800円、約2万。ドアのとこもそっか、すげえな、たっけ。革調シートカバーもついててね、これ69,300円しますね。まあこのイルミネーションはね多分夜暗いから分かるようにつけるとは思うんですけど、まあ正直ね個人的には後で Amazon とかで買ってつけた方が安く上がるかなって正直思うんですけどね、まあ、そういうの苦手な方はつけてもいいのかなって思います。あとこういうフロアマットね、まあ、フロアマットはつけてもいいのかな、まあ、これも好みですよね、好きなの、まあ、一番汚れないのこれですよね、トレーでも結構いい値段なんだな、真ん中のが一番安いんだね。あとは、まあ、ドアバイザー、まあ、この辺もねつけてもいいかな。モールモールは別にね、後でもつけられるし、でナンバープレートの、ね、このリムっていうんですか、これも別にどっちでもいいかなと思いますね。まあでもどう違うんだろう、あこれか、6ボルト、あリムとセットで8,300円ってことなんだ。わあするね、やっぱね、さっきのナンバー盗まれたって聞かないからね大丈夫じゃないかなと思うんですけど、まあ、このねこれで7,590円、たっけ。ラゲッジシェルフもね1万円とかね、まあこの辺も好みですね、ほんと。まあどんどん下に行って、まあエアコンフィルターもね正直アマゾンで買っちゃえば安いですからね、こんな値段変わんないか。でもまあフィルムはね貼っといた方がいいと思うんですけどね、この値段だからね38,000円、まあどっちがいいかなーって感じはしますね。まあこれも好みですね。でナビはね基本正直純正ナビ買うんだったらオートバックスとかねイエローハットで社外ナビ入れた方がいいかなって僕は思います。
で、ドラレコもね、正直、うん、ああいうところで買った方がいいかな、純正よりは。あと ETC か、ETC、2.0、ETC。まあ、これもね、よく乗るんだったら別に 2.0 でもいいけど、基本別に綺麗に収めるんだったらこっちでいいかな、普通の ETC でと思いますね。はい、こんな感じですかね。このスピーカーもここで入れるんだったら、まあ別に後でやってもいいかなと思いますね。USB もね、どうだろう。この辺、あ、でも3000ぐらいでつけてくれるんだったらこっちは安いかな。もしかして、あ、でもナビに簡単接続だからちょっと怪しいですね。まあほんとこのドラレコで、これで7万すんだったらね、ほんと車が入れた方が全然安いんで、ミラーのね、ドラレコとかあるんで、そっちの方が見やすいかなって正直思いますね。まあ、こんな感じですかね。まあコーティングも別に、ここでこの値段出すんだったら、キーパーとかに出した方が安いですからね、ぶっちゃけ。はい、こんな感じで。じゃあ、見積もりやってみましょうか。まあハイブリッド、MZ で行ってみますね。はい。もう最初からね、ここがメッキがついてるんですね。230万、221万1000か。でね、まあ、4駆にするとね、結構値段変わるんでね、まあ、4駆でいってみますか。ちょっと高い方でね。でボディカラー、これもね、青でね、44000円、赤44000円、このクールイエローメタリックとかね、フレームオレンジパールメタリック、まあ、この辺はね、もう0円ただですね。なんかプレミアムシルバーとかホワイトパール、ここが33000円か。値段上がりましたね、塗装も。2となると9万9000円ですかね。人気ある、ブルーとレッド。これなんだ？あ、そっか。パールホワイトの2トンか。これが8万8000円で、クールイエロー。基本的に2トンはこの値段ですね。5万5000円から9万9000円。結構いい値段ですね。ということで、今乗ってる自分のカラーにしときましょう。はい。で、これで今度メーカーオプション。これを選んじゃうと、いろいろついてきちゃうのか。でもこの上位グレードだと標準装備ってなってるけど、どうなんだろうな、ナビの方はね。まあでも基本、まあ入れたとしてですね、ディーラーオプション、フォアバイザー、ここはね、でも個人的には黒の方がいいね、メッキよりは。のがね、シュッとしますもんね。整ってる感じがするんで。で、ガーニッシュはつけて、フォーグ。あ、カバーか。これいらないね。別に俺必要ないな。でも、つけたい人もいるから、ちょっと入れとこうかね。でね、サイドがね、ここですよ、ここ。ドアガーニッシュ。いらなくないですか、これ。まあ、これはつける方いると思うんでね。で、ハンコね、傷つかないように。デカールもね、デカールちょっといいな。これカバーしちゃって意味ないかな。デカールなしにしよう。これはどう違うんだろう。黒とカーボン調なのかな、わかんないですけどね。黒にしとこ。ナンバー枠入れてみましょうか。一応フロアマットは真ん中でいいかな。はい、こんな感じで。インテリアは、まあ、特に変わってるとこはないんでね。インテリアはどうでもいいかな。ということで、これで見積もりするとですね、もうこの値段ですよ、280万。まあこれ4駆なんでね、まあもうちょい安くなるか、2駆にすればね。そうするとね、4駆の CVT でね、シルバー、プレミアムシルバーで、こんな感じですよ、値段的にはね。これでプラスアルファで、この辺選んじゃうとね、300いっちゃうね、下手したらね。そうね。まあ結構値段上がったっすね、スイフトも。まあ機能がね、ちょっと増えちゃったんでね。だから、ちょっと、まあ今後出る、スイフトスポーツは出るか出ないか分かんないですけど、出るようになったらね、まあ正直、まあいろいろつけたら300超えるかなって感じはしますね。ということでね、ちょっと参考になったか分かんないけど、参考になった方、よかったらね、グッドボタン、あとチャンネル登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、今回の動画はここまで。皆さん、よろしくお願いします。それではまた次回、バイバーイ。